さあ今夜のゲストはこちらの方に来ていただきました。ルナさんです。いや、ね、どのテンション持っていけばいいの。いやだいぶ上がっていいよ。上がっていいと思います。 Yeah L-U-N-A ルナティーク。 Yeah ルナ来てくれました。ありがとうございます。同い年だな。そうだよ ね、同期だから。同期ですよ。そうそうそう。そのフィメールラッパーとして、うん、で、まあ、ルナのその、まあ、今ちゃんと話してくれた部分でその強く見せるっていうのがあったりとかするけど、やっぱなんかそういうさ男社会じゃん、ぶっちゃけ、うん、ぶっちゃけ男社会、ぶっちゃけそうじゃん、うん、もうこれは言っとかなきゃいけない。もうこれはもうしょうがない。しょうがない、うんうん、やっぱもうそういう風にやってきたことだから、うん、今から変わっていけば全然いいことなんだけど、うんうんうん、けどやっぱ変えてった人だと思うね。なんかもう自分で道作ってたと思うから、どう今のシーンとかどう思う、なんかどんどん変わってきたかなっていう女の子たちが。いやめっちゃ変わってきたし、うん、やっぱりまあ実際に女の子のパイもちょっと増えてる、うん、でレナは女の子の、まあ、ラップだったり、うん、こうコンピとかも作りたかった、うん、当時は。だけどいない、もうアーティストはそもそもいないっていうところもあって、うん、今はそんなことなくてね、何人もいて、うん、それでもまだ数えられるぐらいじゃん、うん、だからやっぱりまだ男社会かなとは思うけど、うん、でもやっぱり男がうわーってなってる方がルナ、うん、僕は好きだから、うん、女は女でまたちょっと違うかなって思う。やっぱフリースタイルとか見てても、うん、やっぱ男の回転の言葉の出し方と女子の出し方は違うし、はいはいはい、だからこう女子と男で戦うのって、まあ、すごいけど、うん、なんかなかなか難しいのかなとかも思ったりするし、思う。じゃあやっぱ女子同士でやった方がいいのかなっていうのもあるのかな。もしかしたらね、結局やっぱさ男の人はある意味優しいから、うん、やっぱ言えないとか言えないじゃん。言えないよ言えないよ好きだなんてじゃあお前カラオケ行ってんじゃねえよいやだから本当そうじゃん。そうなんか絶対言っちゃいけない言葉ってあるじゃん、うん、もう一線はマジで引くから、うんうん、でもそうすると対等ではなくなるわけだなってるのは思う、うん、だからそうなった時に、うん、やっぱ 平等はもちろんいいんだけど、うんうん、まあ、女子も頑張るけど、うん、なんかやっぱそこは別でもいいのかなと思う時はある。女子は女子の良さ、うんうん、前はルナも男言葉で、うん、なんかもちろん媚びないしなんか強いことばっか言ってきたけど、うん、やっぱ女の言葉の選び方ってあるから、うん、それは海外の人はうまい。あ、そっか、うん、すごい女をちゃんとこう出してるっていうのは、うん、あ、確かにそうだよね。そう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 、だからやっぱ女が強いみたいなさ、うん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 、あるじゃんね、プレゼンの仕方みたいなの、うんうんうん、日本だとまだそこがさ、そう、それがちょっと可愛い人みたいになっちゃったりとかして、うん、そうそうそう、うん、だからそういう意味ではエイブちゃんとかチャンミナとか、うん、やっぱりちゃんとやっぱ海外のも理解しつつ、うん、ちゃんと女に落とし込めてるなっていうのはすごい理解できる、うんうんうん、そうだよな。やっぱだから今もさ、その MC バトルとかに、うんうん、まあ、アイドル卒業したことが参入してきたりとか、まあ俺もさ、そのリサノってリリカルスキルも一緒にやったりとかもしたけどさ、はい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 、やっぱその強い部分と弱い部分ってめちゃくちゃわかるから、うんうんうん、そうだよね。だでそれって男と女違うじゃん、うん、全然違う、全然違うよ、ね、うん、そうなんだ。だからこれ部活の先生と一緒なんだよねそうだからそうだよね。そう、全国の部活の先生マジ大変だなと思って、ね、そうやってみてわかる、分かる、先生ってマジ大変マジ超大変だからフリーさんティーチャーとか言ってるけど、あれもあれ、ね、嘘嘘嘘嘘嘘ただ勉強してるだけだからこっちが。いやそうだよね。世界に配信的な感じもやっぱりもう世界に配信した、うん、すげえな。やっぱアジア、うん、南米、アメリカ攻めたい。まずさ、あの俺もそんなあんまり海外めっちゃ行ったことないんだけどさ、やっぱ韓国、うんうん、さっき今名前出てきたけど、うんうんうん、韓国とタイとかさ、うん、めちゃめちゃすごくない。なんかマジすごいじゃん、うん、だからさ、日本人でさ、あのいわゆるそのアジアの他の国をさ、うんうん、ちょっと下に見てるっていうか、うんうんうん、あのアホみたいなさ、うんうんうん、概念があるけど、うん、完璧まくられてるじゃん。ちょっとまくられてる。カンボジアに行った時に、うん、なんかアジアワードみたいなのがあったの、うん、日本だけだったの入ってないの。マジで結構それショックで、うん、えみたいな。マジか。そう、韓国とかも全部入ってるのに、うん、日本だけ入ってなかったのは
すごいショック。カンボジアってやっぱねアジアの中でもそんなまあまあ、ね、ハイレベルではないから、そうそう、ここにも呼ばれねえんだみたいな。ね、だ認められてないっていうかさ、意外にやっぱ島の中だけなんだね。そう。行ったらわかるっていうさ、そう。でも韓国とか本当にマジでもうレベルが違うっていうか、やばい。やばいよね、クラブとか。やばい。全然違うことやってんじゃん、マジで。全然もう本当マジで。本当になんか。田舎も来たら扱いになるからマジで結構これやばいっすよ。いや、これ結構やばいよね。やばいやばい。いやだからもう本当に今まではもうアメリカばっか見てたり、うん、ね、そう、それが今でちょっとお隣も見ながら見てやらないと、全然やらないとまずいよね。まずい、まずい、本当にま本当にまずいよ。だからでもまあ日本語は日本語の良さがある、良さあって、日本のヒップホップも日本のヒップホップでめちゃくちゃいいのは分かってるんだけど、うん、ただ海外に行って何かをしたいとかだったら、うんうん、ちゃんと見ないと。そうだね、全然違う世界があって、うん、地元の仲間がめっちゃ俺最高だったと思うのは、うんうんうん、その韓国とかタイに行った時も、うんうんうん、ビップルームに勝手に座って、うんうん、シャンパン頼んで飲んでた時にまずこいつ最高だったんだけど、あのお前なんでいいんだとか言われたらうっせえって言いながらあのシャパード踏んでて、お前何なんだとか言って、でうっせえってこうやって金払いながらやってて、でお前なんで飲んでんだよって言ったら、よくわかんないけど座っちゃったって言ってて、なんかそのタイでやった時ライブもやったの？全く何もない、何もないただ客で行っただけで、ね、タイのやつはめっちゃ盛り上がってるなとか韓国も盛り上がってるなとか言ってずっとなんか飲んでて、なんか怖いよこいつらとか言ってガーリって言いながらお前が一番怖いよって言って